であと今日はですね、残りの時間でその正方行列の対角化の手順について一応まあもう分かっている人もいるかと思いますが、まあそういう人はちょっと復習を兼ねて聞いてもらいたいと思います。一応例題を使って説明をしていきます。で今まあ、A という行列がですねこういう形で与えられているものとしましょう。で、本来ですとその与えられた行列が対角化可能かどうかっていうことについて議論すべきところなんですけれども、まあ、とりあえず、計算手順をちゃんと正確に身につける方が先ですので今はとりあえず A は対角化可能ということにして話を進めます。もちろんこの例もこの例題も対角化可能な行列を持ってきています。で、対角化の可能性についてはまた時間がありましたら後でお話しします。で、まずこの A のですね、固有値と固有ベクトルを求めることにします。そこで、A の特性多項式を計算しますと、まあ、定義に従ってこう x 倍の e 単位行列から A を引いたものですね。それがこういう形になります。で、行列式の計算だけは頑張って皆さんで展開すると。でそうしますとこの A の特性多項式っていうのはちょうどこういう x-1 と x-2 と x-3 の積に等しくなりますので、これから固有値の候補は1と2と3であるということになります。で今度はそれぞれの固有値に属するその固有ベクトルがあるかどうかっていうことを調べます。で調べ方はこんなふうにやるんですけれどもまずじゃあ固有値 α イコール1の例を考えましょう。でもしですね固有ベクトルが存在してこの ax 存在したとすればこの ax イコール αx っていう関係式が成り立ちますからこの αx を右辺に移行します。でそうしますとこういう形で行列が a-単位行列のアルファ倍という形になりましてでそれに x をかけたものが0になるということなんですね。ですのでこれはこのベクトル x に関するその連立値方程式になりますから、まあ、これを直接解きましょうっていう話になるわけです。で実際にその連立方程式を作りますと、まあ、今はこの行列 a から単位行列 e を引いた行列とですねそれからベクトル x をこう x1x2x3 と表して、まあ、これが0になるような0ベクトルになるような x1x2x3 を見つけます。でそうしますとこの場合は x2 と x3 が0 で x1 は何でもよいと。今ちょっと実数の世界で考えてますが、まあ、仮に複素数であってもいいんですけれども、まあ、こういう形になりまして、まあ、固有ベクトルの一つとしてこの100が求まりました。で同じことを固有値 α イコール2についても計算しますと、これも a-2 倍の単位行列ですね。こういう行列になりますので。この連立値方程式を解くと x2 が0 で x1 は x3 の2倍の関係ということになります。そこで固有ベクトルの一つは2、0、1という形になります。で最後に固有値 α イコール3に対しても同じように今度は a から単位行列の3倍を引いた行列を作りましてでこの連立値方程式を解きますと、まあ若干その x1、x2、x3 の関係が複雑なんですけれども、まあ、今回はその固有ベクトルの一つとしてマイナス9と2と6という形で固有ベクトルが求まります。で、この固有値と固有ベクトルをどう使うかってことなんですけれども、これまでの一応計算もまとめますと、この固有値 α1、α2、α3 と固有ベクトル v1、v2、v3 に対して、まあ、こういう3つの関係式がこう得られたわけですね。で、ポイントはこの3つの等式を横に並べて
一つの等式にしてしまうということです。でそうするとどういう形になるかというと、左辺に、左側に A という行列を置きまして、でその右側に、V1 固有ベクトルですね、固有ベクトルの V1 と V2 と V3 を並べた行列を作ります。そうすると実は右辺の方はどう書けるかっていうと、まず V1 と V2 と V3 を並べた行列を置きまして、でその右側にその固有値ですね、ただこの場合は順番に注意してほしいんですけれども、V1、V2、V3 にが属しているような固有値を対角成分に順番に並べていきます。でこういう等式が実は成り立っているということに注意してください。嘘だと思う人、嘘だと思うというかその疑問のある人はですね、実際に自分でこうやって並べてベクトル計算してもらうとこういう関係が成り立っているというのが分かると思います。でじゃあ具体的に今の問題の例でやってみますと、左辺はまず行列 A はもう皆さん知っているから省略しましたが、行列 A の右側にかけるのがその固有ベクトルですね、3つの固有ベクトルを並べてこういう行列を作ると。で、右辺の方はまず最初にこの3つの固有ベクトルを順番に、この左辺の固有ベクトルと同じ順番で並べますね。V1、V2、V3 として並べた行列を置いて、だから行列としては等しい行列をここに置くわけですね。で、その右側にかける対角行列はその α1、α2、α3 という固有値を順番に、かけます。いいでしょうか。基本的なルールはこれだけです。これで行列の対角化はできます。今日のスライドこれで終わりですね。はい、ということで、とりあえずその行列の対角化をやろうと思ったら、ここにありますようにその行列の固有値と固有ベクトルが重要な役割を果たすということをまず知ってもらうと、でそれを今後の計算に役立ててもらうというのが今回の授業の趣旨です。で一つ僕の学生時代の話をしますとですね、僕が25年ぐらい前ですけどこの筑波大学の学生だった頃はもう皆さん今の皆さんと同じように線形代数の授業を受けていたんですけれども、当時は進度がかなり速くてですね、で実は今のその線形代数の授業の進度というのはだいたいこの1年間でこの教科書の第7章ぐらいまで進む進度だったんですけれども、僕が学生の時にはこの1年間で進む進度がですねこの教科書1冊分でした。でこの第8章以降の内容というのは今では数学類の2年生向けに線形代数続論という講義がありまして、そこでもう春学期、2年の春学期までかけて終わらせてるんですけれども、で僕らの頃は1年でこれやってたんで結構分かんなかったですね。で多分僕ももちろんこういう内容当時は理解してませんでしたし、でクラスの人でもほとんどの人は理解してなかったような気がします。もしかして理解してた人がいたらその人には悪いので理解ほとんどと言っておきますけれども、全部とは言いませんけど、多分ほとんどだったんじゃないかと思います。それで、2年生になった時に当時は自然学類でしたから割とその数学の学生も物理や物理なんかの授業を取る学生が割といたんですけれども、で物理のでですね物理数学という授業がありまして、いろいろその物理の方で専門的な計算を行うために解説された授業科目だったんですが、でその2年の物理数学の最初の時間にですね、この問題が出ました。行列の対角化の問題が出て、で、その時の受講者がですねほとんど解けなくてですね、でその時の物理の先生に
君たちは1年生の線形代数で一体何を勉強してきたんだと呆れられたですね。で、僕はその時に初めてこの仕組みをちゃんと理解して身につけましたけれども、それでもこうやって今皆さんの前でこう偉そうな顔して説明はしていますが、僕も学生の時はそういうことがありましたので、皆さんもちょっとわからない、だから先生もそんなもんかなっていうふうな意識、そういうふうに持ってもらってもいいかもしれませんし、すごい先生はすごいですけど、僕みたいな教員もいますから、だからちょっとぐらい分からなくてもすぐ投げ出さないで、もうちょっとこう付き合いを、数学ともですね、付き合いをしてもらえると、もしかしたらこう少し新しい世界に開けてくるのかなという気がします。はい、ということで、そっか、すいません、実はもう一枚ありましたね、申し訳ないです。ちょっとリモコンが不調だったので、もう一枚あります。もう一枚は、行列を実際に対角行列に直すって話ですね。で、行列を対角行列に直すためには、こういう、ここまで求まったと、ここまで求まったものの、この部分ですね、この右辺のこの行列が邪魔だから何とかしたいっていうんですね。これを何とかして消せれば、A を対角行列に直せるっていうことなんですけれども、実はこれはどうやってできるかというと、この行列、実は固有ベクトルを並べた行列でして、で、ある都合のいい固有ベクトルの場合には、この固有ベクトルっていうのは全部この場合ですとその R3 の規定になりますので、線形独立なんですね。ですので、線形独立であれば行列は正則ですから逆行列が存在するということで、この場合はその、固有ベクトルを並べた行列の逆行列を両辺に左からかけることによって、こういう形でその右辺の、その行列が消えて対角行列だけが右辺に残ると、これで対角化が完成するというわけです。すいません、最後のこの説明をちょっと忘れておりました。ここまでいいでしょうか。はい。というわけで、今回の授業では、まず前回の補足としまして、その線形写像の表現行列と規定の変換と、それからグラム・シュミットの正規直行化に関する補足の説明をしました。で、それからあと今日のメインの内容は、その固有値と固有ベクトルなんですけれども、その正方行列の固有値と固有ベクトルの復習をした上で、それをどうやって使って正方行列の対角化に生かすかという、主に計算法の説明をしました。というわけで、次回がですね、この授業の最終回になりますが、次回はこの第7章の内容で、正方行列の対角化可能性ですとか、その他補足事項に触れたいというふうに思います。ここまで質問ありますでしょうか。はい、じゃあとりあえず今日は講義はこのぐらいにしたいと思います。お疲れ様でした。